はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。えー、今日は6月26日日曜日、えー、体力療法リフレッシュ期間、えー、9日目に入りました。えー、もうね、えー、いよいよ、ね、日月火水。日月火水。あと3日後がそのぐらいになっちゃうね、入院までね。うん。まあ、手術までは、金曜か 27、28、29、30、1日目,5日目だね、静岡はね。いや、今日はね、こっちは晴れてる。暑い、朝から蒸し暑いです。いやー、ほんじゃ、いつもの検温と、えー、血圧測っていきましょう。まず検温。ちょっとね、さっき、あのー、朝、ちょっと出かけたの。あのー、郵便局行って、あのー、自分のー、なんつうの 同級生の、あのー、仲間の人に、ちょっと、郵便出した、出したのと、あと、もう一人は、あの、後輩の家に、あの、物を渡しに行ってきて、今帰ってきたとこです。だからちょっとね、体温とか、血、あの、脈とかは高いかもしれないけど、一応測ってみるね。これがいつもね。言いきます。あちょっと暑次からね。 36.6度体温36.6度ね36.6度それじゃあこの血圧を測りますよし今日はちょっと この前焼肉食べに行った友人が、えー、朝連絡しまして、えー、行けなくなりましたと、キャンセルの、えー、連絡ありました。で、今日は自分は今現在はフリーの状態です。 ちょっと不整メク的なんでたね。ちょっともう一回やからしてもらうよ。ああ今日はね、フリーになりましたんで。まあ大体今日ぐらいしかいろんなことできないよね。もう明日からはもうね、もうね、病院入院に行くためにもう準備しなくちゃならないから。まあ今日の夜ぐらいかな。うん。まあ明後日火曜日は外来で、 うん、看護師の話と麻酔科の先生の話で行かなくちゃならないけどねその次の二29日はもう入院だからね抗原検査してからうんあっという間だねはい血圧えー、上が 108, 下が75。脈拍は高いね。やっぱ動いてたから102になってる。さっき歩ってたから。こんな感じです。ね。脈拍は高いよね。ちょっと歩ってたから。うん。血圧はまあいい方だね。低いかどうかわかんないけど。えー、上が108の、下が75の、 脈拍100にね。よし。よし、しまっちゃおう。まあ今日の予定はね、ちょっと、あのー、焼肉行った同級の、あの、友人がキャンセルになったんで、とりあえずフリーになりました。まあ今日はどうするかね。もう十は今日ぐらいしかないから、まあ庭で、 まあ、肉屋さん行って、鶏肉買ってきて、自分のキャンプ道具で焼くか。あとはわかんない。一人で、あそこに食べ行っちゃうか。うん。まあ、暑いかんね。まあ、とりあえず不利な状況なんで、今日は、えちょっと食べ物とか、あの、何しようか考えてますね。 まあ、自由できるのは今日しかないんでね。うん。まあ、今日も暑いんでね、皆さんね。お互い水分補給取りながら、まあね、一日を過ごしましょうね。まあ、それじゃあ今日はこのぐらいにします。午前中の部として。まあ、それでは皆さん、今日も、え気をつけて行動してください。それではまた、失礼します。えー、ご視聴ありがとうございました。ぜひよかったらご登録よろしくお願いします。それじゃあ、またねー。